Ntar ya. Gostão. あからさまに見えてるけどね。はい。お箸作ったら洗って直しとかないと。いや別に。あれしたら。拭いて使ったら大丈夫。で、閉まった方がいいのか、閉まらない方がいいのか、分かれてるんじゃないかな。
火曜日にカレーをするというのを聞いたけど。明日カレーしとかないと、明後日病院やからな、昼パッと食べれるやろ、言ったやろ。うん、それは聞いたけど、別にカナちゃんがいるとは聞いてない。言うたやん。ええー。カナ子さんは火曜日は仕事やけど、月曜日は休みそうだっけ。そうだっけ。そうだっけ。そう言うたら、一個しか聞いてない。そうなんだ。まあ、そんなとこも。これサーモン尽くし、トルコのサーモン尽くしやて。尽くしは嫌やな。いや、それでいいよ。でもこんなんもあるよ。1.5 人前の。見て。いや、好きにしてんの。いや、量があるやん、食べる。そんなん見たって分かれん。これ、この握りやったら 1.5 人前。だから12貫あるからちょっと多いやろ。知らんけど。1人前だと見比べてみたの。だいたい1人前8貫かぐらいだから。足りても足りなくてもそんだけ。そうなの。うん。なんかこっちの中いろいろ言ってたから、結局どうすんのかなと思って。しようよ。それは以来ずっと最高に呼んでました。もともとあった柵やねんから、柵つけないとあかん。箱のティッシュと違ってさ、見えるのはなんか風吹いてる。少なくなったら風吹いてる。そうなん？袋ごと。風邪どころか取ろうとしたら、それで今も玄関の、玄関になったら残り少なくなる。そう、少なくなるとな、軽いから、どうする？パンとパンと両方育てん、昔の子。
サボサやってる。260円。まあどこでもするけどな。ちょっとあの瀬戸内でもなかったよ。何にもなかった。季節のやつなんかな。今の季節のと思って見たけど。もうすると思う。めっちゃ高い。ケーキか。ケーキなのにゃ。で、これでしたっけ？何なの？知らんの？知ってる？サグのようにさ、サグ。なかったか？うん。あんたなんて言う、そう言われたら。何のことって言わない。何のことというよりもな、考えてみる。そこやねん、その人間性やねん。